はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。はい、今回は男が選ぶジャニーズ男前トップ3。男がジャニーズの男前は誰だと、それのトップ3ですよ。どうなったと思う？トップ3。ちょっと予想してみて。予想できた？言ってくよ。もう言っちゃうよ。言っちゃうよ。3位からね。第3位。V6。岡田くん。わかる。彼は男前だ。かっこいい。まあ、ちょっと身長が足りないってところはあるかもしんないけど、まあ、演技派だしね。彼はもう全然ベスト3入っていいと思いますよ。第2位。スマップ。木村拓哉。キムタクですね。まあ、俺はキムタクが日本で一番かっこいいと思ってるから。これも揺るぎないから。かっこつけ集団のトップに立ったカリスマだったよ。日本一な。わけだよ。かっこつけ集団の日本一になったんだよ。今はどうかしら。昔はな。だったら日本で一番かっこいいんだよ。かっこいいもん。憧れるもん、俺。今でも憧れてる。第1位。誰だと思いますか？大体想像つくかな。つくと思う。1位は。納得できたもん、俺は。1位。TOKIO。永瀬くん。1位です。わかる。彼はかっこいい。かっこいいよね。永瀬くんはかっこいい。俺も永瀬なりたいなと思うもん。思うけど、無人島で仕事はしたくないしなとかさ、畑耕す仕事？いや別にその、ダメというわけじゃないよ。そういう農家の人ダメとかそういうことじゃないけど、俺には向かないもん、やっぱり。俺シティボーイだから、シティボーイに農家は向かないんだよ。根本的に。そういう環境で育ってないから。そういう人たちが、汗水流して作ったものをただ食べるだけの役だから、シティボーイは向いてないんだよ。それをねやるんだよ。あんなかっこいい農家なんてもう反則だよ、本当にね。という感じでした。予想は当たったかな。終わり。またな。